大谷翔平選手とドジャースの能登半島地震への寄付に韓国から怒りの声、取り消すように抗議した。 WBC 優勝の勢いそのままに投打で大活躍し、これらメジャーリーグでの8タイトル獲得で伝説の2023年、そしてエンゼルス生活を締めくくり、スポーツ史上最高額の契約でドジャース入りした大谷翔平選手、翔平大谷の名前は大型契約も相まってアメリカでもその知名度を確実なものにしたと言えるでしょう。そして日本では年末にテレビで大谷翔平選手の特番が多く流され、 WBC の振り返り等の番組も多く、2023年はまさに大谷翔平選手の年だったと言っても過言ではないのではないでしょうか。そんな大谷翔平選手人気を示すデータが公表され、2023年の年間高視聴率番組トップ10はこのようになり、 WBC 関連が上位を独占。また上位30番組の中で22個が大谷翔平選手や WBC 関連の番組だったのです。本当に2023年は最初から最後まで大谷翔平選手に明るい話題と希望を持たせてもらいましたが、2024年もいきなり大谷翔平選手が日本国民を勇気づけてくれました。先日の令和6年能登半島地震を受けて、大谷翔平選手と共同でドジャースが100万ドル、約1億4000万円を寄付することが発表されました。なお当初報道では大谷翔平選手とドジャースで100万ドル、約1億4000万円を寄付という形でしたが、実際は球団が100万ドル、約1億4500万円、大谷翔平選手も個人で寄付、金額は非公表を送るということが正しいようです。大谷翔平選手のインスタグラムには、ロサンゼルスドジャースとグッケンハイムベースボールは令和6年能登半島地震への支援として100万ドルを寄付し、個人で寄付をする大谷翔平選手と協力することを表明します。日本中の皆さんの悲しみに寄り添い、一日も早い復興をお祈りしています。ロサンゼルスドジャース、令和6年能登半島地震による被災地支援のため、この度ドジャースと共同で寄付をいたします。復興活動に参加してくださった方々に感謝するとともに、今後も私たちが団結していき、被災された方々を支援していきたいと願っています。行方不明者の早期発見と被災地域の復興を心より願っています。大谷翔平と掲載。ちなみにこれまでも大谷翔平選手はホームランダービーの賞金をエンゼルスのスタッフに寄付したり、年間最優秀選手の賞金を小児支援団体に寄付したり、日本の全小学校へグローブを寄贈したりと、さまざまな慈善活動を行ってきたのはご存知でしょう。そして大谷翔平選手は16歳高校1年生の時に東日本大震災で被災を経験しています。被災した大谷翔平選手の花巻東高のチームメートの中には、家族を失った選手もいながら互いに助け合い、その年の夏の甲子園に出場を果たしました。力を合わせて乗り越えながら抱えてきた忘れられないこと、忘れてはいけないこと、大谷翔平選手自身の思いが強く刻まれているからこそ、これまで東日本大震災については多くを語ってきていません。日本ハムの栗山英樹監督は大谷翔平選手の胸中を、あいつは震災でチームメートが苦しんだのを見ている、気軽には話せない、あいつが語らないのはわかると代弁したこともあります。ほとんど語ったことはありませんが、東日本大震災についてこれまで大谷翔平選手が語ったことは、1、東日本大震災からちょうど6年を迎えた2017年3月11日、当時日本ハムの大谷翔平選手が右足首痛のリハビリから実戦復帰し、イースタン春季リーグの楽天戦に出場した時のこと。試合後に大谷翔平選手は、6年が経ちましたし、個人としてももう一回頑張っていきたいと短いながらも気持ちがこもった言葉を残しました。2、東日本大震災から10年、メジャー4年目の開幕へ向けて調整中の大谷翔平選手、球団を通じて、東日本大震災から10年、月日とともに薄れていくことも多い中で、忘れてはいけないこと、忘れられないことも多いかと思います。自分自身できることは微力ではあると思いますが、少しでも被災地の力になれるようにまだまだ頑張っていきたいと思っています、というメッセージを発表しています。このように大谷翔平選手は多くは語りませんが、心の奥では強く被災というものについて思うことがあるのでしょう。その一つの表現として、今回の能登半島地震への金額非公表の寄付と言えるのではないでしょうか。この大谷翔平選手の寄付の話題はアメリカだけでなくイギリスでも取り上げられ、スーパースターはグラウンド外ですでに素晴らしい行いを見せている、なんてナイスガイなんだ、彼にしかできない素晴らしい行動だ、大谷は本当にヒーローだ、大谷は困っている人やお世話になった人には遠慮なく大金を出すことを惜しまない、など称賛が相次いで上がったのですが、韓国からは一部で怒りの声が上がっているのです。韓国日刊紙東亜日報は、精神女子大学ソギョンドク教授の怒りを報道。ソギョンドクは令和6年能登半島地震の部分が
ロジャースの英文ではシーオブジャパンアースクエイクと表記されていることを指摘し、日本で地震があり、いくら大谷がチームの看板選手であってもイーストシーと書かず、日本政府が主張するシーオブジャパンだけを表記するのは間違っていると激怒。韓国と日本の間の海の名称は2000年前から東海だったとドジャースにメールで抗議したとのことです。自身のフェイスブックを通じ、5日に LA ドジャースはチームの看板スター大谷翔平と被害地域に100万ドルを寄付すると明らかにした。この時日本海表記を使い、多くの LA ドジャース韓国人ファンが怒った。いくら日本で地震が起き、大谷が日本人であっても東海との平気でもなく、日本政府が主張する日本海表記だけにしたのは明らかに間違い。大谷は個人 SNS アカウントに同じ告知を日本語で上げたが、日本海の表現を使わなかったにもかかわらず、 LA ドジャースは大谷の声明を英語で伝え、2024年日本海地震、2024シーオブジャパンアースクエイク災害救護努力を支援するため、ドジャース球団と共に生存者を助けようと寄付に出ることになったと説明していたので、抗議メールを送ったと表明したのです。ちなみにソギョンドクの日本海への抗議は、2023年の WBC でも MLB のホームページの地図で日本海が記載されていたことに抗議をし、削除されたということも起きています。なお、日本海を韓国では東海と呼べとここ最近になって主張を始めています。その背景や経緯についてはここでは詳しく紹介しません。またこれも詳しく紹介しませんが、精神女子大学ソギョンドク教授というのは、日本へのいわゆる反日ロビー活動で知名度を上げた人物で、スポーツ大会での旭日旗の掲載や商品等の旭日旗模様の情報をユーザーから集め、通報する活動をよく言っており、その数を数えるとキリがないほどのロビー活動はメジャーリーグにまで及び、最近だと2022年9月、エンゼルスのファンが旭日旗を使用して応援をしたことについて、エンゼルス球団に、LA エンゼルスのファンが大谷翔平が登場するときに旭日旗で応援するのは、アジア人に戦争の恐怖を想起させる行為。アジア系が多く居住する米国で、特に全世界の野球ファンが主張するメジャーリーグで、旭日旗応援は当然根絶されるべきであり、今後球団が格別な注意を払うことを願う。日本の旭日旗はドイツのハーケンクロイツと同じ意味の戦犯旗である点を強調し、旭日旗関連の英語と映像を添付して送ったと強く抗議を表明したことがあります。なお、一応明確にしておきますが、ハーケンクロイツは国家社会主義ドイツ労働者党の党旗であって、軍旗として使用された旭日旗とは全くの別物です。もし同義だと主張したいのであれば、ドイツの場合バルケンクロイツ、黒十字になるわけで、これは現在でもドイツ軍で国籍マークとして使用されています。また世界的には旭日旗のデザインは認められています。旭日旗は見てわかる通り、昇る朝日を図案としたもので、日本国民にとっては馴染み深いデザインの一つで、ソギョンドクらが一生懸命汲み取ろうとする帝国主義的な意図など微塵もありません。企業のロゴや漁船の大漁旗などでも使用されていますし、国際オリンピック委員会や FIFA はこの旭日旗のデザインを政治的表現の禁止規定に抵触しないとの判断を下しています。つまり世界的には全く問題ないもので、国際社会のお墨付きを得ているものです。これ以上深い話はしませんが、私個人としても旭日旗は当然何ら問題ないものだと考えています。今回の件、なんというか残念な気持ちになります。あなたは大谷翔平選手とドジャースの寄付への抗議、どう思いますか？今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。